は初めてです。俺たちに謝んなきゃいけないでしょ。おめでとうございます。どうも。あの時点で知ってたんですか？出るもう持ち切れてる。次に俺たち行く。おめでとうって前に。なんだよ。これより会議を開きます。衆議院規則第101条第4項の規定によりまして、委員長が選任されるまで私がその委員長の職務を行います。これより委員長のご選を行います。委員長北村誠吾君。はい、動議を提出いたします。委員長のご選は投票によらないで、山本幸三君を委員長に推薦いたしたいと存じます。よろしくお願いします。ただいまの北村誠吾君の動議についてご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。山本幸三君、委員長にご推薦になりました。委員長山本幸三君、席を譲ります。この際一言ご挨拶を申し上げます。ただいま委員閣議のご推挙によりまして、本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。消費生活については、消費者の生命身体および財産に関わるさまざまな課題が山積しており、消費者政策に求められる役割は非常に大きく、本委員会に課せられた使命は誠に重大であります。委員閣議のご指導とご協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。これより理事のご選を行います。委員長北村誠吾君。はい、動議を提出いたします。理事はその数を8名とし、委員長において指名されることを望みます。以上。ただいまの北村誠吾君の動議にご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって委員長は理事に伊豆原康二君、大塚隆君、北村誠吾君、長岡恵子君、原田健二君、郡和子君、重徳和彦君、古谷典子君、以上8名の方々を指名いたします。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。